答うからじゃん。はい、こんばんは。一日一食玄米菜食の無精でございます。はい、どうも YouTuber がちょっと苦手な YouTuber ゆずぶろチャンネルのゆずです。イエーイ久しぶりのです。久しぶり、あドライブがね、ドライブ久しぶり配信ですね。はい、イエーイ音が本屋さんに行って買いたいものがあるというわけで、はい、今その途中でございます。はい、で何の本が欲しくなったかということなんですけど、知ってるかな、キングコングってお笑い芸人さん知ってる、うん、の西野さんって知ってる、はいはい、西野さんが作った絵本、マジか、うん、煙突町のプペルっていう、ね、絵本があるんですけど、うん、で名前だけは知ってたんだけど、特に何だろうな、どういう話かは実は知らなかったのね、うん、であんまし、その西野さん自身は面白い人だなとは思ってたけど、そんなこう何かいつも YouTube 聞く見るとかそういう追っかけ方はしてなかったんだけど、ちょっとですね、さっきお風呂入りながら西野さんのその動画を初めて見たんですよ、実は。そしたらその煙突町のプペルが、前から音がこんな仕組み、こんな社会の制度があったら面白いだろうなって思ってたことをそのまま言ってたんで、あ、繋がったと思って。繋がった、うん、どことの名探偵じゃん、繋がったみたいな。そう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 、言い方よ。で何かっていうとね、今ね、社会で勉強したかな、これからかな、中学になってからかな、今大きく2つ仕組みがあって、資本主義と社会主義っていうのがあるんですよ。はいはい、聞いたことある。聞いたことある。資本主義ってどんなの？分かんない。聞いたことあるだけだから。分かんない。資本主義っていうのは、まあ、かなり人間が生まれてからずっとあるような、まあ、社会の仕組みで、お金を使っていろいろとやり取りしましょうっていうのが資本主義なんですよ。で、その資本主義の派生として自由主義とか新自由主義とかそういう話も出てくるんですけど、で今のその社会の仕組みとして、お金を作る、お金ができる仕組み、お金を発行する仕組みって言ったらいいのかな、1万円です、これは1万円ですっていうの、1万円札をする作るときにどうするかっていうと、1万円を発行するときに1万円の借金を用意するんですよ。はあ、それのことを国債っていうんですが、つまり、日本銀行だったかな、うん、がその国債っていうのを、日本、あれ違う、国、政府かな、政府が国債か発行するんだったかな、ちょっとね、私もその辺実は曖昧だったりするんですけど、ただそのお金を発行するときにプラスに対してマイナスを作るっていうやり方をするんですよ。はい、でただそうすると、いつまでたってもそのマイナス借金っていうのが、誰かが借金を持つっていう仕組みになっちゃうので、でその借金を返さないと、利子だけが増えていく、だからどん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 増える、その借金も増えるし、お金も増える、増やさなきゃいけないっていうのが資本主義なんですよ。そう、大変なのよ。だから、貧富の差がなくならないし、なんだろうな、そのいろんなところで疲れちゃう人たちがいるわけです。で、それをどうにかしようと考えたのが、考えた人たちがいて、でそれが社会主義、マルクス・レーニン主義とかっていう、マルクス主義とかレーニン主義とかっていうのが、考え出されて、まあ
それを一括りに大体日本では社会主義って言ったりしてるんですけど、でこの社会主義っていうのは何かっていうと、お金を基本にしないで、まあ、生活を基本にしましょうという仕組みなんですよね。でこれはどういう感じでやってたかっていうと、まあ、あの物を作るのも作物を作るのもみんなでやりましょうっていうやり方なんですね。で服を作るのもそうだし、車を作るのもそうだし、ただ、で資本主義に対して、その資本主義のダメなところを直すために、その社会主義っていうのが考え出されたんだけど、初めはね、あこれいい考え方じゃんって思ったんだけど、実は弱点があって、その農作物を作るとか、服を作るとか家を作るとかっていうのを、計画を立てなきゃいけない、はい、でその計画を立てるのが誰かっていうと、その社会主義をやるっていう言った国がやるっていうことにしたので、ね、つまり国が全部一元管理して、農業をやるとか作物を作るとか家を作るとか服を作るとかっていうのを考えたんだけど、でそうやって、誰かが一極集中して考えるっていうと、その人に権力が集まっちゃうのよ。ああはいはい、その自分の考え一つでいろんなことを決められるから、ね、でそうすると、まあそういう例えば社会主義の場合ね、王様もいないし大統領もいないし首相もいないはず、権力が集中しないはずだと思ってたのが、実は権力が集中してしまったと、結果的にね。ちょっと雨が降ってきましたね。僕の大好きな雨ですよもう雨でテンション上がる人っていんのか。いや音は結構雨好きなんだ。あ、まあいいや。で、はい、ちょっと置いといて。で、実はその社会主義っていうのをやってたのがソ連っていう国があったんですけど、今はないの、ね、ロシアっていう国になって、うん、ただ、一応社会主義ですっていうふうに残しているのは中国とか北朝鮮という国なんですよ。ただやっぱりその一極集中、誰かに権力が集中するっていうのは、そのまま悪い面としては残ってる、うん、そこは回復できてない。どうしてもね、集まっちゃうことはあるよ。そうそうそう、まあ、権力が集中しちゃうっていうのがいろいろと問題点としてあるんだけど、さてじゃあ資本主義はダメだろうと、で社会主義もちょっとやっぱり難しかったね。でその次にじゃあ何を考えたらどうしたらいいのかっていうのを、まあ弟とかその周りの人たちでいろいろワイワイお話ししていた時に、物っていうのは分解されていく、腐っていく、壊れていくのが普通ですと。例えば食べ物であれば、まあお米とかはあれじゃないな、なんだ、果物とかってだんだんとさ腐っていくじゃない、うん、とか枯れていくじゃない、つまりだんだん価値が下がるんだよね。であと洋服もだんだんボロくなってきたり、こう穴が開いたりするじゃない、うん、っていう風にだんだんとこうなんていうの、腐っていくというか壊れていくというか破れていくというか、そうやって、消えていくのが普通でしょ。だけど今の制度ではお金って永遠にあるものだっていうのが前提なのね、うん、つまり何か仕事をして働きましたとか、あるいは、お米を栽培してそれを売ってお金と交換しましたっていうと、その腐るもの、壊れるものに対して壊れない腐らないお金っていう風に
来なら価値は同じであるはずなのに、なぜかお金だけ腐らない壊れないものっていう風な前提になってるのね。ちょっといいですか。はい、何でしょう。質問とかそういうのじゃないんですけど、はい、あのお金についてなんですけど、はい、人間を一番醜く弱くするのは金だと思ってますか。はい、ああ、なるほど。はい、でなぜかって金持ちになればなるほど権力、うん、まあ金、お金の方の権力が上がっていくわけですよ。はい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 。でつまりそういうのでなんかこう人を見下したりとかね、あれいい貴族の方もいるでしょうけど、そのそういう貴族もやっぱり一部いるわけですよ。はい、だからそういうやつを、そういうやつの場合は金持ちになっていけばいくほどだんだん自分一人単体、お金を全部排除して、うん、その一人単体になった時にもうすぐに死ぬって思ってます。ああそうね。だから貧乏だけどちゃんと生きるための知恵をつけて、はい、お金はないけど、はい、まあちゃんと生きて生きてますみたいな人が一番残って強いと思ってます。はい、そうですね。一番強いのは死なないってことね。だから金持ちとかなんかイケメンとかそういう感じの地位じゃなくて、あの生きる地位が高い人が一番権力が強い。まあ権力って言っちゃったらあれだけどね。あ、まあ、生物として強いっていう。生物界の中でね。まああの虫には負けるけど、ね。クマムシ。宇宙に放り出されても生きてる。宇宙に放り出されたらもう僕でキビだよ。血が沸騰するらしい。あ、知ってる知ってる。口の中のなんか唾液がブク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 ってなるらしい。まあいいや。はい。で、要するに永遠であるという前提のお金と、はい、そうじゃない例えば衣食住というね、はい、それが交換できるっていうのがまず多分矛盾があるんだよね。それを矛盾、その矛盾をなくすためには腐るお金っていうのを考え出さないといけなかったんだよ。で、実際にそれってオーストリアっていう国、ヨーロッパの方なんだけど、オーストリアのある町で、地域通貨としてそれを実施したことがあるんだって。で、どういう風になったかちょっと細かくはまだ調べられてないんだけど、つまりお金を貯め込んでても意味がないわけよ。意味がないというか貯め込むと腐っちゃうっていうルールだから。なるほど。そうするとどうする。ああ腐っちゃう、どうしよう、どうする。まあ貯め込むのができないわけだから、はい、使うとき使う、まあ、使うよね。来たら、うん、なんかこうご飯とか、うん、服とか、うん、一食住を揃えるために急いで使う、うん、急いで使うよね。そう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 、そういうことなんだよ。で、今日本が不景気だっていうので問題になっているのはそこなのね、実は。そうなの。お金はあるのよ、ある人が持ってる、うん、たくさん持ってる人は持ってる、うん、で、その人たちが使わないのが問題なの。だからさっきの話で言えば、衣食住が足りてる人はそれ以上使わないじゃない。そうね。別にあの、ね、食べ物大量にあっても意味がないし、家をたくさん持っててもそんな使い切れるわけでもないから、だからある程度お金が貯まってくるともう何て言うの、持ってるだけで使わなくなっちゃうのね。で、そうするとお金が必要な人たちにお金が回っていかないのよ。で、そうすると経済が停滞するのよ。で、今だからそれなのね。で、世界の先進国っていうのは大体そういうところだから、あのお金を持っていない人にはいつまでたってもお金が回っていかないし、お金を持っている人のところにはいつもお金が溜め込んでいるっていう状態。はいはい。そこが、資本主義の弱点だったのね。ところが今言った通り、腐る、お金が腐るんだったらそのお金持っててもしょうがないわけだから、どん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 使うようになるわけじゃない、うん、そうすると
その地域で、だからそのなんだっけ、オーストリアのね、なんとかっていう町なんだけど、町の名前をさっきメモったんだけど、あれだ、iPad に入れたまんまだ。おいで、すごくうまくいったんだよ、その実験が。もうその町が活気にあふれて、いつもさ、だからどんどんお金使わなきゃいけないから、みんな買い物に行くじゃない。おでしょ、めっちゃ回るじゃん。回るでしょ。貯めててもしょうがない。貯金しようかな。いやでも待てよ。この貯金した金っていつか腐るんだよ。そうそう。意味ねえよな。そうそうそう。そういえば買いたい本あったな。あ、それに使おうみたいな。で、本屋さんが儲かれば、今度はじゃあ本屋さんもそのお金持っててもしょうがないから、あ、そういえばこの間。ネットで見たお酒美味しそうだからお酒買いに行こうって言って、で、お酒屋さんが儲かるじゃない、はい、で、お酒屋さんもそのお金持っててもしょうがないから、そういえば最近肉食ってねえから牛肉いいやつ買うかと思って買うでしょ。松坂牛にね、っていう風にどん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 お金が回っていくと物も回るわけ。今の日本っていうのはお金が回らないから物も回らないし、人もなんか元気がない。東京の人マジでそれじゃないね。よくわかんないけど、っていうかね、東京の人たちのお金を持ってる人たちと、そうじゃない、例えば地方のお金がなくてなんかしょんぼりしてる人たちとか、まあ東京にもお金持ってない人たちもいるけどね。だからお金が腐るっていう仕組みを作れればうまくいくっていうか、経済はとにかく回るのは多分間違いなくて、うん、なんだけど、はい、来ました、はい、はい、来ました。オーストリアのとある町にある地域ね、で、その実験はうまくいったんだけど、潰されたのよ、その仕組み。なんか悟った。なんでだと思う。誰が潰したと思う。その実験を体験した人たちがなんかもう気持ち的に、うん、なんか、ね、確かにケイタがうまくいくんだけど、うん、私たちの気持ち考えてこう思ったんだよ。で、なんかどこかに訴えて、で、潰された。ちょっと違うな。ね、でも経済はうまくいくんだけど、なんか人の気持ちとかそういうのが関係していそう。え、だってどんどんお金は入ってくるし、どんどんお金を使えるっていう世界。じゃあ逆に言うと、今まではうまくいったのに、言ってたのに、あれ、この町の仕組みだと俺うまくいってねえんじゃねって思う人たちっていない。え、あれ、この仕組み俺にとっちゃなんか面白い、ね、銀行。おお、鋭いね。あなた何、西尾さんの動画見たの。もしや見てない。ちょっと待って、それなんで音より知ってる。すげえな。勘がいいだけよ。その通り、銀行はお金を、なんていうの、お金を貯め込む施設っていうわけでもないけど、そういうお金を預ける、預けてもらって、それを運用してまたみんなに配るとか、そういう、まあ、要するに資本主義に実はなくてはならないんだけど、資本主義っていう前提があってこその銀行なのよ。だから資本主義じゃなくなったら銀行は確かにやっていけなくなるわけよ。で、なんかもう、まだちょっと、なんていうの、その制度になんか、まだ納得していない、なんかどこどの人が、じゃあ銀行行くか、ちょっと給料入ったし、ちょっと半分10分の1バビロンの教えでなんか貯金しろって言ってたから、貯金しろ、あれ、銀行全部潰れてんすけろみたいな。貯金
する必要がないっていうか、貯金してもお金減るだけだから困っちゃうわけうわ、バビロンの教えと真逆よ。そうそうそう、実はいらなくなっちゃうんだけど。さて、で、その銀行屋さんたちは面白くないわけよ。自分らは今まで大変儲く、銀行って、ね、銀行の人たちって、ね、ものすごい給料いいのよ。知ってる。そうそうそう。で、ただその分なんかちょっと夜勤のあれがみたいな感じですけど、今はどうなんだろうね、仕事の具合って。そこはよくわからんけど。でどうしたかっていうと、国に、オーストリアの国に告げ口して、あの制度やめさせてくださいって言って禁止させて、やめちゃったの。うわー、やめさせられたの。おい銀行銀行。つまり、よく立花さんとかが言ってるのは、いわゆる既得権益ってやつです、ね、今までの仕組み制度を利用して、うまくいってた人たち、お金儲けてた人たちが、まあ、邪魔をするというかっていうことなの。ちょっとな。で、その制度が面白いってやっぱり西野さんは思ったらしいのよ。でも邪魔が入るとやっぱりね、やっていけないから、じゃあどうするかっていうと、その制度を国に見つからないようにそっとこっそりと町を作ってできないかっていうのを考えたらしい。なるほど。そこで、なんだ、司法を壁に囲われた、でさらに、工場からたくさん煙を出して、空からも見えないようにたくさん煙突を建てた町を作ろうと、町を作ったらどうかというのを考えたのが、その絵本、煙突町のプペル。ボタンを押してください。なるほどね。というのを知ったわけさ。で、あ、これは俺読まなきゃいけないやつじゃんと思って、同意見の者として、お風呂を出た瞬間に、というかお風呂入ってる時から、よし買いに行こうと思ったわけです。で、目的地に到着いたしました。はい、ので終了いたしましたというわけで、はい、これから本をもしなければ、あのまたアマゾンとかで買うかもしれないけど、はい、というわけで、はい、YouTuber がちょっと出てくる YouTuber、 ゆずぶろチャンネルのゆずでした。ゆずでした。ありがとうございました。最後ちょっと高くなるんでね、これはい、失礼します。